そうか、俺の3連覇に並べるのはお前だけかと思ってたんだけどな。新入生でそんなに有望なのいたっけ？ごちそうさま。だから傘持ってけってば。まだ降ってるんだから。大丈夫です、走ればすぐだから。どれだけ先の話してるのよ。わたる、お前いい加減にしなさいよ。あんた、マスター相談に乗ってくれます？私今困ってるんです。変な男から毎日手紙を渡されて。ああ話しかけることも目を合わせることも禁止したら今度は手紙ですよ。もうしつこいったら。正直迷惑なんです。そんなくだらない手紙なんてもうやめてほしい。ねえマスター、相手を傷つけてもいいから断る方法ってないでしょうか？おいリンナちゃん、君さっきと言ってることが全然。伴わない努力なんてやっても無駄なだけ。それどころかただの嫌がらせにしかならないですよね、マスター？そんな勝手な思い込みで私のこと決めつけられてもただ鬱陶しいだけで何も心に響いたりなんかしない。ねえマスター、相性いいのな。それは人間の器の違いとしか言いようがないのに、そういう男の嫉妬ってものすごくみっともない。あの子たちは器の小さい男に洗脳されて、こっちが何言ったってそいつの味方するのよ。まで何日かかってるのよ。ねえマスター。いや、お前らもう俺と話してないだろう。全く同感ね、珍しく。わかった。なんで勝負なわけ？マスターは黙ってて。実は同族嫌悪だろう。そんなこと望んでない。私が出てく。あんたたちはそれを邪魔しなければいい。あんたが勝ったら
それだけなの？分かった。約束する。けど、勝負ったってな。お前ら、じゃんけんででも決着つけるつもりか？私もちょうどそれを思いついたところ。分かってんじゃないのよ。何なのよ、そのわけのわかんない勝負は。なんでせめて麻雀か花札にしなかったのよ。ラーコ先輩、なぜですか？あんたも聞いてたわよね。あの子、女子1500メートルと3000メートルの両方で全国に。何言ってんのよ。どんなルールだろうと勝てばいいのよ、勝てば。勝てるの、渡る。ちなみに私が仕入れた情報によると、彼女の去年の1500メートルのタイムは限界を超える必要があるってことね。わかりました。先輩、ここは私たちに任せて先に行ってください。それが先輩の決めたことなら、たとえどれだけ無謀でも、どれだけ自分勝手でも、どれだけみんなに迷惑をかけても、最後まで諦めないのが先輩じゃないですか。そうね。何しろもう勝手に約束してきちゃったわけだし、私たちには最初から渡るの尻拭いをする以外に選択権なんてないということよね。理解はしました。だからあとは勝ってください。渡る、頑張れ。負けたら寮に入れてあげないからね。という顛末のようです。おほー、星野君がね。
学園長のお考えの通りになりましたな。一つの異分子が周りに騒動をまき散らして。ここはぜひとも沢木さんでしたか。彼女には頑張っていただかないと。ええ、何かと問題も多い星野ですが、あの寮の人間を一つにまとめているのは朝倉とあいつですからね。彼がいなくなれば時間の問題でしょう。それでは早速林中不動産の方に解体の手配を。気が早すぎますよ、教頭先生。まだ配慮が決まったわけではありません。いや、これは失礼しました。少しばかり安心したせいで気がせいているようです。安心するのはまだ早いのではないでしょうか。と申しますと？そのマラソン大会ですが、彼女だけではなく我々も頑張る必要があるとは思いませんか？おお、なるほど。沢木さんのためだって分かってる。そして私やみんなのために渡るが一生懸命になってるのも分かるよ。けど負けたら渡るいなくなっちゃうんだよ。そんな賭けに乗ったわけじゃないってあんたならわかるでしょ。だってそんなのひどいよ。沢木さんを迎え入れるためにパタルがいなくなるなんて、そんなこと望んでたんじゃないもん。今日はもう帰っていいよ、二人とも。渡る。
バタル。1位だよ。それ以外は認めないよ。信じたよ、アタル。私がわざと負けるとでも？私があんたたちのために、寮のために競争でわざと負けるって期待してるんだ。なるほど。だからあんな勝負を持ちかけたんだ。私の情に訴えようって作戦だったんだ。日曜までにベストに戻しておくから、安心して全力で戦いましょう。それ私のウーロン。ダメ、今から説教なんだから。私は飲んだって構わないじゃない。だって説教する側なんだもん。それ私のサキイカ。ダメ、ビールに合うんだから。サキと勝負すんだって？間でも話題になってたのよ。というか今んところ73で沢木人気かな。どうすんのよ、こんなに広まっちゃって。これで負けたらあんた本当に言い訳聞かないよ。
今度こそ守ってやれないかもしれないんだよ。こと言う？私がなんとあんたや桜の暴走に巻き込まれて胃の痛くなる思いをしまくったか分かってんの？私は誰の味方にもならない。なぜならいつも学園のために一番いいことを考えて行動してるから。だって私が気持ちよく仕事ができれば学園のためになるでしょうが。それはともかく、今は教頭先生に何も報告してないよ。今回のことだって。私にはいずれ永久就職という道が。あんた原告赤、試験前だけどもう決めた。正直沢木のことは学園でも寮でも扱いかねてた。なべて世はこともなしのどこが悪いのよ。まあそれはともかく、だからあんたのやろうとしてること、心情的には応援してる。私だってクラスで浮いてる子は心配だ。それが寮でも浮いてたらなおさら心配だ。自分にも周りにもいい影響があるわけがない。でもさ、結局のところそれって本人がどうにかしたいって思ってなくちゃ解決のしようがない問題だと思うんだけどな。私は星野の、そしてこの寮のみんなのそういう思い込みが激しくておせっかいなとこ、正直どうかなって思う時もある。迷惑かけないなんて絶対に嘘。第一、もうすでに私も朝倉も頭抱えてる。大体あんたやり方が強引すぎんのよ。もうちょっと話し合いとかで決着つけらんなかったの？強引だから引っ叩かれるんでしょうが、これだからデリカシーのない楽器は。かばわないよ。私の今の立場は微妙なんだからね。その代わり、学園に着いたりもしない。行け。まずは明日からの試験をクリアすること。
でないとスタートラインにも立てないからね。さりげなくポケットに隠したサキイカ置いてきなさい。夜中に食べるな。太るぞ。